トリーバーチトリーバーチはアメリカ合衆国のファッションデザイナー、自然家である。また彼女が設立したファッションブランドである。ペンシルベニア州バレー法事で生まれ、リーバとイラー・アール・バット・ロビンソンの娘である。彼女はバレー法事国立歴史公園の近くにある250歳のジョージ王朝時代のバレー法事の農家で3人の兄弟と共に育てられた。彼女の父親は 証券取引所と紙コップ会社を相続した裕福な投資家であった。彼は、グレース・ケリーとジョアン・ベネットとデートした後、スティーブ・マック・イーンとマーロン・ブランドの両方とデートした女優のリーバと結婚した。バーチは母親の側ではユダヤ人である。バーチはペンシルベニア州ローズモントのアグネス・アーウィンスクールに通い、そこでジュエリーデザイナーからロスの友人である。 彼女の最初の仕事は、キング・オブ・プラシャモールのベネトンであった。その後、彼女は、ペンシルバニア大学で、美術史を専攻し、1988年に、卒業した。1993年、不動産の大物ハリー・ビー・マックローの息子である、ウィリアム・マックローと結婚し、1年以内に離婚。1996年に、投資家であるジェクリストファー・バーチと結婚。 息子が三人いる。ヘンリー、ニコラス、ニック、ソーヤー。彼女には三人のママ娘もいる。2006年に離婚。彼女は彼の性を使い続け、しばらくの間ニューヨーク市のアパートで子供たちと一緒に暮らした。2018年11月、バーチは LVMH ファッショングループの前、会長兼 CEO であるピエール・イブルーセルと結婚した。 彼は2019年初頭に、バーチの会社の CEO になり、バーチは執行会長兼最高クリエイティブ責任者になった。ホーブス氏は、彼女が億万長者であり、2013年の純資産が10億ドルであると推定する。2004年2月、ファッションラベル、TRB-BY、トリーバーチをはじめ、マンハッタンのノリータ地区の小売店で立ち上げた。2018年には、 世界中に250の店舗が含まれるようになった。ファッションラインは世界中の3000以上のデパートや専門店でも販売されている。2015年、バーチは別のパフォーマンスアクティブウェアラインであるトリースポーツも導入した。ありがとうございます。